皆さんこんにちは。2020年8月4日火曜日になりました。リビングライフの時間です。私は日本フリーメソジスト桜井聖愛教会の牧師の大沢啓太と申します。今日も神様のお言葉から恵みを共に分かち合わせていただきたいと思います。今日の聖書箇所はローマ人への手紙6章12節から23節。主題は自分自身を義の道具として神に捧げましょう。このところから神様の語りかけを共に受け取らせていただきましょう。ローマ人への手紙6章12節から23節。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。ではどうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。あなた方の肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。今日の箇所は昨日の箇所の内容をさらに具体的な表現で言い直しているというような、そんな箇所になっています。つまり恵みの支配に生きるものとなりなさいという一つのメッセージを強調するために、さらに具体的な表現で言い換えているということですね。今日の聖書箇所の内容観察としてポイントを2つ挙げておきたいと思います。一つ目のポイントは、義のために体を神に捧げなさいということですね。13節を見てみたいと思います。あなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。私たちは自分自身を神様に使っていただく道具として見るようにと言われていますね。
その私たちという道具を間違って使うことがないように、正しく使うことのできる神様に捧げてしまいなさいというふうに言われています。この捧げるということがとても大切なこと、捧げる、捧げ切るということがとても大切なことだなと思います。捧げてしまわなければ神様は自由に今使うことをなさらない、無理やり私たちからそれを取り上げるようなことをしないというんですね。うちの3人の子供がいますが、真ん中の子供は4歳になって、少しずついろんなことができるようになってきました。ただお風呂の時にですね、服を、この上に着ている服を自分で脱ぐことができないっていうことが時々あります。そんな時には私がその脱がすのを手伝ってやるわけですね。ただ手伝ってやるんですが、彼にとっては自分で脱ぎたいっていう思いもあるので、自分でも力を入れようとするわけです。ただそうすると脱がせようとしてもなかなか脱げないんですね。全部をもう私に委ねてくれたら、スポッと簡単に脱げるわけです。同じように私たちもこの自分、私という神様の道具が正しく用いられるために、私たちが握っているものがあると、神様はそれを取り上げるようなことをしない。神様に本当に正しく使っていただくために、私たちは全部を神様にお捧げする必要がある、そのことを思います。2つ目のポイントは、清潔と永遠の命に至るという約束があるということですね。19節を見てみたいと思いますが、あなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい、清潔に進みなさいと勧められています。そして最後のこの22節の部分、22節23節の部分を見てみたいと思います。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です、というふうに言われています。私たちがこの神様に自分の体を正しい使い方のために捧げ切ることができたならば、神様はその私たちの身に、私たちの体に清潔を与えてくださる、永遠、それは永遠の命に至るというふうに約束されているんですね。清潔、清さというのはキリストの似姿と言い換えてもいいかもしれません。私たちの体が、私たちの姿がキリストに似たものと変えられていくですね。ある人が私たちの姿を見たときに、イエス・キリストという人は見たことないけれども、あなたを見ているとイエス・キリストがわかると、もし言ってもらえたとしたら、私たちは本当に嬉しいなと思いますね。そのようにイエス・キリストの似姿を私たちの身に表してくださるんだと神様は約束してくださっている、聖書は言うんですね。そして、その清さは永遠の命に至るというふうに言われています。永遠の命というのは死んだ後の命ということではありません。私たちが地上にあって生きている間も、あるいは地上でのその生涯を終えた後も含めて、時間という概念を超えて私たちという存在が神様のものとされているということです。それはこの地上でどのようなことが起こったとしても、私たちの身に何が起こっても、私たちが神様のものとして生かされているんだという、この喜びの叫びですね。
その喜びの叫びこそ永遠の命の証です。神様に私たちがこの自分自身の体をお委ねした時に、神様はその清さ、清潔と永遠の命を私たちに表してくださると言ってくださるんですね。ここから一つのことを黙想させていただきたいと思います。それは清さと永遠の命に至ることを求め続けなければならないということです。神様が私たちの体に清さと永遠の命を表そうとしてくださっていると知ったならば、それは私たちの生きる目的となっていきますね。私たちがああなりたい、こういうふうになりたいと思っていることが、あると思いますけれども、その何が叶わなかったとしても、けれどもこのイエス・キリストの似姿に変えられていく、清潔が私の身に表されていく、永遠の命という喜びの叫びが、揺るがないこの喜びの叫びが私たちに与えられていく、それだけは何としても獲得したいというふうに思うようになるですね。それは、裏を返せば自分自身の弱さを知っているから、自分自身の惨めさを知っているからでもあるのだろうと思います。自分ではそういう自分を、自分の力ではどうすることもできないけれども、神様はこの私を、そんな私を清くすることができる、この永遠の命の喜びの叫びを私たちに表すことが、与えてくださることがおできになる、その希望によって私たちは生きることができる。私たちはその清さと永遠の命を求め続けていく、そういう歩みをさせていただきたいと思いますね。私たちは生きている中で一喜一憂してしまいやすい、恐れやすいものです。喜びを見失ってしまいやすい、そういうものですね。けれども永遠の命に生きるときに、私たちがどのようなことが私たちの身にあったとしても、私たちはこの永遠の命によって神様のものとして生かされているんだという喜びが、いつも私たち受け取ることができますね。その喜びというのは耐えることがありません。いつでも受け取ることができます。この恵みを私たちはいただきたい。まさにそれこそが私たちの目指すところになっていくなと思うんですね。あなたは今の自分の状態で満足してしまっていないでしょうか。私たちはいつも今よりももっと成長することができますね。それは年齢に関係ありません。クリスチャン歴に関係ありません。私たちは今よりもさらに清い姿へと、そして喜びに満ちたその姿へと成長することができますね。いつも成長し続けていくことができるんだということを私たちは心に留めていたいと思います。それが私たちの希望ですね。成長することができない、成長を妨げている、その2つのパターンがあるのではないかなと思います。一つのパターンは、神様に委ねたくない部分を握りしめているということ。そしてもう一つのパターンは、目の前の現実があまりに大変すぎて成長などを考えられないと思ってしまうことですね。どちらの場合も、どちらのパターンに関しても解決方法は似ているかもしれません。それは自分で握りしめているもの、この握りしめていてそれが快適だと思ってしまっている、そういうものを
神様の前に明け渡すということ、あるいは自分の心を締め付けているどうしようもないと思っているその問題を神様に明け渡してお任せすること、その神様に全てを明け渡したときに、神様は必ずその一瞬一瞬を神様の恵みの機会として私たちにこの表していてくださいますね。私たちの身にその機会を通して清さを、永遠の命を表していてくださる。そうやって私たちの生き方がさらにさらにどんどんと成長させられていく、そういう生き方へと私たちは進ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、あなたの恵みを心から感謝をいたします。私たちは自分で自分の体の使い方を分かっていなかったかもしれません。今私たちの体を神様あなたに明け渡します。どうぞあなたの恵みの中でさらに清い姿へと、さらに永遠の命が現れるそういう姿へと私たちを成長させてください。また私たちがなお気づかないでいる、握りしめているものがあるならば、あるいは心を支配してしまっているものがあるならば、その部分を示す光を神様与えてくださって、そのところをさらに私たちが成長することのできる機会とならせてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。